さて、前回は日本で一番大きいファッションの合同展示会ルームス40ができるまでをご紹介しました。今日お客様としてルームス40に遊びに行きたいと思います。ルームス40の代々木第一体育館が見えてきました。かなりの大きさです。早速左手にアート作品が見えます。ルームスはファッションだけではなくたくさんのアート展示も行っています。私は出店者なので出店者入り口から入りましたが、通常はこういった入り口になります。2階から眺めたルームスの景色は圧巻です。2階から1階に降りるとアントワープ出身のジュエリーデザイナーの展示がありました。まるで美術館にあるようなアーティスティックなアクセサリーたちでした。こちらはお洋服のブランドがあるエリアです。ここのワットさんは感度の高いブランドを世界中から集めたセレクトショップです。これは何だろうと近づいたら、アクセサリーのブランドでした。そしてこちらのブースは、プロのダンサー、デザイナー、アーティストたちによるエンターテイメントダンス公演を行っている新たまりさんのブースです。皆さん特別に踊ってくださいました。めちゃくちゃかっこよかったです。本当に楽しい気分になりました。
こちらはオリガオ。いろいろなキャラが折り紙で折られています。いきなりスナックがありました。ここは知り合いのアーティスト、しげさんのブースです。こちらがしげさんです。早速中に入ってみましょう。こちらがエンターテイナーの一郎さん。ここはダズルルームです。白黒の世界の中に部屋ができています。そしてその部屋を抜けると、さっきいた部屋がマジックミラーになって見えてしまうというコンセプト、今の SNS 社会をテーマにしていました。こちらはお米にいろんなプリントができるというブースです。ここのドーム展示良かったです。これが置ける家に住みたいです。こちらはマサル・オザキさんのアート展示です。平面に描かれた多角形で、意識の中で奥行きを持たせる世界です。ルームスはファッションだけではなく、アートやエンターテインメントも詰まっています。そして最後に、私たちのブースに、改まりのお二人、ヤヨさんとシリュウさんが遊びに来てくださって、ダンスパフォーマンスをしてくださいました。もちろん服はミウィの服です。まさかこんなことになるとは。皆様ぜひ最後までご覧ください。
今日もご視聴いただきありがとうございました。この Vlog を気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録いただけますと本当に嬉しいです。これからも東京ライフ Vlog をぜひよろしくお願いいたします。